そうですね、オスプレイの試合は結構高木さんとのスーパージュニアの決勝ですか、優勝決定戦がすごい印象に残ってて、で多分当時ヤングライオンでセコンドついてて、本当に試合の出だしの緊張感からもう試合中盤のどっちが勝つんだろうとか、試合終わった後の幸福感というか満足度だったり、もう全てがすげえなっていう印象があったんで、印象強いですね、オスプレイの試合は。はい、そうなんですよ。特にオスプレイ もう今もそうなんですけど、当時から僕密かに目をつけてたのは、オスプレイってやっぱ受け身のうまさとか、こう華麗なプロレスっていうのもそうなんですけど、喜怒哀楽とてつもなく出る感情的な選手だと思ってて、意外とこうなんか淡々とやってるように見えても、当時からあすっげえ怒ってんなとか、すっげえ楽しそうとか悲しそうとか悔しそうとか、本当になんか勉強になるんですよ、まあ、なってて、本当に一つの所作というかアクションというか無駄がないというか、何なんだろうこの人っていうのは当時から注目はしてて、まあ、それをリング上でずっと見てたら、まあ、少しずつでもなるほどねっていうのはありましたし、当時本人から聞いたんですよ、こうリング上でどういう意識を持ってんのというか、なんでそんなになんか自分のパフォーマンスができるのって話をした時に、もうロックスターだと思えって言われて、もう演じてんのは俺だよって、戦ってんのは俺だよって、ファンはみんな俺を見てんだよって、俺が緊張してもしょうがないだろうって、ロックスターだよ俺らはみたいな、そのロックスターをみんな見に来てお金払ってんだから、やりたいことやればいいんだよみたいな言われた時に、まあ、簡単なようで難しい深いものがあるんだなっていうのは当時オスプレイからお話を聞いてて、それをでもリング上でやっぱ見てるたびになるほどなって部分は多かったですし、やっぱ余裕が違いますよね、オスプレイは。やっぱなんか全てが抜けてますよね、なんか五角形あったら全部が5つ星ぐらいのなんか欠点がないというか、だからできないことがないというか、脅威でしかないですよね、何から崩していけばいいんだろうみたいな。で、なんかやっても1個先2個先も読まれますし、まあ、これが本当にプロレス界のトップに立つ人間の技量なんだなっていうか、はい、猪木問答ですか、賛否両論の、まあでも話題になった、はい、作品じゃないですか。まあ、僕はあの時代の人間じゃないですし、あの環境下で育ってはないんで、また変わってきたかもしれないですけど、今の状態であの場にいたら怒りはないって、怒りは原動力にならないって、ファンを楽しませたいとか幸せになって笑顔になって帰ってほしいのが僕の原動力なんでっていう話はしましたね。ニュージャパンワールドアーカイブがこれからどんどん上がっていきます。皆様もぜひ見てください。